はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デラックス妖怪ウォッチ U プロトタイプです。はい、2015年8月1日本日発売ですね。U のプロトタイプがついに発売されましたね。妖怪ウォッチ U プロトタイプ、3つ目の妖怪ウォッチになりますかね。見た目すごいね、分厚いよね。ちょっと気になるところです。まずここに SD カードが挿せる。そうだね、今回は SD カードでどんどん音声追加していけるみたいだね。あと各種族の色にライトが光るんだって。これまでは召喚時は光ったりはしなかったんだよね。でも今回からは光るみたい。しかも種族によって色が変わるってことだね。今回はなんと全メダル対応だから。そう全部のメダルが対応できる。そう、全てのメダルを読み込めるみたいですね。はい、はい、では早速開けてみましょうか。よいしょ、はい、こっちか。はい、おお、ブルーだね。ブルーってか水色か。はい、こちらが妖怪ウォッチ U プロトタイプですね。はい、こういう風なですね、水色のウォッチですね、今回ね。そしてですね、やっぱりね、ちょっと分厚いね。すごく分厚い。初代の妖怪ウォッチこんな感じ。あ、これはねドームがあったから、ちょっとこれでも高さこっちの方が高いんだね。でもこっちの方がコンパクトに見えるんだよな。あ、ゼロ式になるともうゼロ式の方がちっちゃいかな。そうだね、全体的にこちらの方がこうずぶといって感じだね。ちょっと未来的な感じになったかなっていう印象ですね。この辺もねクリアパーツになってるしね。この辺が多分光るんだな。はい、そしてこの部分が SD カードが刺さるところ、下にスライドするとスロットが出てきますね。はい、反対側が電源のスイッチとボタン、探知する時のボタン。そう、探知する時のボタンですね。はい、それでだ、今回はですね単4電池が必要みたいなんだよね。でそれをですねこの裏側から入れるみたいです。ちょっと入れてみましょうか。はい、電池を入れる場合はですね、ここに穴がありますので、これを押しながらですね回転させるんだって。はい、そうすると、ここに電池を入れるみたい。入れましょうか。電池入れました。もしかしたら音声確認するときはこれだけでいいかもしれない。だってここにねスピーカーがついてんだよね。これ蓋しちゃうともしかしたら音こもっちゃうのかな。あ、大丈夫か、穴開いてるかちゃんと。よし、じゃあはめましょうか。はい、はい、はまりました。こんな感じですね。はい、それと今回はですね、このメリケンメダルのウサピョンとピントコーンがついてましたね。ウサピョンはホロだね。ピントコーンはノーマルです。赤い、クリアなメダルですね。でラメが両方入ってるね。はい、それではですね早速電源を入れてみましょうか。お願いしますよ。はい、お、光った、ここ。もう一回電源消して、もう一回入れてください。ほら、おお、いろんな色になったね。なったね。ではちょっと一回探知モードやってみましょうか。こうしてください。お、なんかちょっと音違うね。音違う。では早速メディケンメダル入れてみましょうか。まずピントコーンから入れてみましょう。はい、はい、全然音声違う。こんな感じなんだ。へえ。すごい。もう一回押すと。ピントコーン。音がすごく良くなったね。このまでなんかね、妖怪ウォッチなんかこもったような音声だったけど、すごく音いいよ。そうだね。じゃあ抜くよ。抜く時の音声もちょっと変わってるかな。あ、これ一緒か。メダルを挿入した時にね、光るんですよね。それをちょっと確認してみましょうか。こんなに光ってたね。なんかうまく光ってる。ピントコーン。ピントコーンな。不思議族は黄色みたいだね。いよいよウサピョン、はい、行ってみましょう。これ薄ら影だよね。はい。あ、光ってる。薄ら影。青だ。ウサピョン。だから話を聞けって言ってんのに。おお、すご
い、これ毎回もしかしてセリフは入ってる？ウサピョンの後にさ、だから話聞けつんだにって言ったけどさ、ピントコンも入ってたよね今、うん、セリフ。ウサピョン。あ、そんだけ、あ、そうだよね。あ、やっぱ綺麗な感じになってる。へえ。召喚した時に、うん、ぐるっと一瞬ウォッチの周りを回って、うん、それでこの中に光ってる、この中に吸い込まれて、この中に入っていくような感じになるんだ、うん、あ、入っちゃってもう完全に妖怪が、うん、もう出てくる妖怪が踊ってるところを見えるんだよ。あ、この中でね、うん、あ、そうなのね、うん、それにしても妖怪ウォッチ進化したね、うんうん、こうやって音声データもどんどん追加できるって言うんだから、これからも新しいウォッチ出ないかもしれないね、うんうん、でも初代の妖怪ウォッチはすごい入手困難で、ゼロ式もまあ結構入手困難だったよね、うん、でこれはですね割といっぱい置いてありましたね、うん、で近くの妖怪堂は30個しか入荷してないって書いてあったけど、うん、他のおもちゃ屋さんでは結構在庫が余ってたので、うん、レジに行って販売中っていう札もあったんでね、うん、気になった方はですねぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今回はデラックス妖怪ウォッチ U プロトタイプでした。